おかしいな。どうなってんのこれ。どうしたのさくら。新しいブレイクミッションが見つかったって言ってたけど。自動修復モードを走らせつつ調査してるんだけど、スキャニングプログラムが初期化されちゃうんだよ。フォーマット、フォーマット。え、バグ？しっかりしなさいよ。原因がわからなきゃ対処のしようもないじゃない。こうなったら直接ミッションに行って確かめるしかないかな。そんな不確定なミッションに飛び込んで私たちの人格データフォーマットされたりしないでしょうね。少しでも情報はないの？どの歴史でとか、どのガンダムがいるのかとか。歴史は宇宙世紀だね。アクシズショック後のアクシズ。シャアの反乱の時地球落下軌道をされたんじゃないの？それは間違いないよ。あとは地球圏を離れていくだけなんだけど、今回のブレイク現象はそこで起きてる。さくら、いつだ、いつ頃だ。ちょっとははっきりしないんだけど、宇宙世紀0096の前後、ラプラス宣言の前後みたい。ユニコーンガンダムの戦い、その後何か大きな事件は起こるの？ラプラス事変の裏で始まり、事変が終わった後も続いていたというのが正しいかな。年代から考えるとフルサイコフレーム機が関わってくると思う。ユニコーンガンダムやバンシーとは別の？イエス、説明しておいた方がいいね。不死鳥狩り、ユニコーンの3人目の兄弟について。ラプラス宣言の直後に現れたユニコーンガンダム3号機フェネクスか。不死鳥狩り、不死鳥狩り。その作戦に参加してあわよくば捕まえるってことでいいの？それなんだけど、どうなるかわからないんだよね。は？ここまで説明してきてわからないってどういうことよ。最初に言った通り、ミッションのスキャニングが不完全になっちゃってるんで、ブレイク内容が断片しか拾えてなくて。間違いなく不死鳥狩りは関連してる。でも史実ではアクシズで行われてはいないんだよね。どちらかのデータがブレイク現象で紛れ込んでいるとか。ユノ、どちらかだけじゃない。たくさん、いっぱい、もろもろ、データ感知。だからなんでそんな急に曖昧なのよ。しょうがないんだって。スキャンプログラムが片っ端から初期化されちゃうんだから。複数のブレイク現象が起きてるってことしかわからないんだよ。だから直接行くしかないって話なのね。いつも通りっちゃいつも通りだけど。確実なのは舞台が96年の前後、地球圏を離れつつあるアクシズであること。そしてフルサイコフレーム機であるユニコーンタイプのガンダムが関わっていること。サイコフレーム、今回のキーワードになりそうね。小隊長、警戒していきましょう。何が起きるのか、何が隠れてるのかわからないわ。あの光、間違いない、サイコフレーム。私たちを案内している。ユノ姉さん、あの飛んでく先、ガンダム？リタ、リタなんだろ。セツナイフ声優だ。しばし共闘させてもらうぞ。こんな戦いさっさと終わらせないとな。リタなら話を聞いてくれ。俺だ、ヨナだ、ヨナバシタだ。聞こえているんだろ、リタ。ヨナ少尉ってことはナラティブガンダム。イエス、少尉さん、こちらシザーブ隊、援護します。すまない、ここにリタが、不死鳥がいるはずなんだ。アクシズに？サクラ、ブレイク現象じゃなくて？調べてみる。小隊長さんは敵機の殲滅を。フェネクスは
どんなことをしてでも必ず。この感じはゾルタン・アッカネ。さて、問題は私に明確なニュータイプの素養があるかどうかだが。ジオング、じゃあ今回のブレイク現象は。いらっしゃいよ。今度こそシャアの動きに追いついてみせる。 RX78 の2ガンダム、それに本物の赤い彗星。シャアの最大計画と紐づいてるんだ。シャア、なぜララーを巻き込んだ。ララーは戦いをする人ではなかった。戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。戦争がニュータイプを作る。だったらリタや俺たちはどうなる。しかし正しいものの味方だ。やだ少尉、最初のガンダムの援護を。最初のジオングを倒さなきゃ。こちらぜい、私から逃げられるぞ。なんだ、歌か。今ガラが言った。ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合う道具にしか使えん。違う、もう一人の声も言ってる。今が全てじゃないって。まさか見た、もしかしてニュータイプの反応。今の私にはガンダムは倒せん。私を導いてくれ。貴様だってニュータイプだろうに。その力でなぜ彼女を救えなかった。僕が貴様だったなら。だが私は幻でも見ているのか。僕にも時が見える。ガンダムとジオング、ブレイクアウト。ヨナ少尉、あれは。あの光、俺に何を見せたいんだ。調べたんだけど、フェネクスのデータはこのミッション中に存在してない。じゃああのサイコフレームは。小隊長、追いかけて。敵モビルスーツがブレイクイン。さっきは1年生成のジオン軍、そして今度は連邦のティターンズ。こいつらがオーガスタ研究所で自転車だったヨナ少尉、彼と紐づいているのは何なのかしら。敵モビルスーツがブレイクイン。グルブステーキの次は当然第一次ネオジオン戦争時のモビルスーツだっていうのか。一年戦争から歴史をたどっていってるの。あー、テリア。では行こうか、ハマーンカーン。私に指図するつもりか。旧型のサイコマシン。カミーユさん、あんたと一緒に戦えるなんてね。油断するな、ジド。シロッコとハマーンだぞ。やっぱりグルブステーキと第一次ネオジオン戦争が混ざってる。まさかティ
ストーンズ、俺がいたニュータイプ研究所の、あんた、あのティターンズなのか。違うぞ、ジュド。小隊長にユノさんたちか。ユノ少尉、彼らと協力して迎撃を。山なのだ。世界の都合というものを洞察できない者どもよ。何を偉そうに。私に失望させるな。私と共に手を携えてニュータイプの世作りをしようではないか。救えないのじゃない。全員本物のニュータイプ。もう行っちゃう。今だ。見てくれんじゃないの。そこか。ここで決める。やめんな。テリア、まさかくれんじゃない。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。帰ってきてよかった。強い子に会えて。キュベレイ、ブレイクアウト確認。お前だ。いつもいつも脇から見ているだけで人をもてあそんで。わかるはずだ。こういうやつは生かしておいちゃいけないって。なんだ。女たちのところへ戻るんだ。女だぞ。ジオ、フレイクアウト。こんなんじゃリーナだって。大丈夫だ。あの鳥が僕たちを導いてくれる。リタ、今度は何を見せたいんだ。カミーユ君、ジュドー君のブレイクアウトは問題なしだよ。了解よ。最後フレームを追って。小隊長、こいつらは袖付きのモビルスーツ。その前だよ、ユナ少尉さん。第二次ネオジオン戦争からブレイクイン。年代順に考えればギラ動画になるわよね。シャアの反乱。サイコフレーム機が実戦投入された戦争か。テリア、やらせるか。はい。うわあ、私だけで掃除してやるよ。指揮官機、うか。小隊長、下から狙撃して。取り囲まれてるから周りにも気をつけないとダメだよ。こういう時に数を減らす。ああ、損傷を受けた。何かが来る。
ララーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出せ。このモビルスーツ、アクシズショックの時の。しゃ、奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。なんでこんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。この私が的になってるとでも言うのかい。その通りだ。指揮官機さえ落とせれば。生意気だね。逃がすはずの程度。止めるな。指揮官か。ニュータイプだ。強化人間だって、私の敵じゃないんだよ。誰が好き好んで強化人間なん。やられる。この私が。お見事よ指揮官機、撃破。俺たちと一緒に戦った男がなんで地球潰しを。命が惜しかったら貴様にサイコフレームの情報など与えるものか。なんだと。サイコフレームを巡る話はここから始まったのか。そう、ユニコーンガンダム、そしてネオジオン、連邦とジオンの残党に受け継がれていた。長きにわたる戦いだった。これで良かったのだろう、ララ。シャア、さよならだ。この戦いがフェネクスに繋がっていくのか。そうだ、サイコフレームは。小隊長さん、あっち。のモビルスーツがブレイクイン。第2次ネオジオン戦争の次はその残党。今回のミッションは核心に近づいてる感じだね。それ付きラプラス事変。フェリア、ゲッツ、ゼイ。やるもんだね。ジオンの名を背負う者として連邦には負けられんよ。アンジェロ・ザーファー大尉、彼がいるってことはやっぱり。沈め。大佐に盾つく者は皆同じ運命を。大佐はまた大佐の戦場を汚してしまった。俺の戦場はここじゃない。でもここにいるのはわかるんだ。やめろ。この力、示させてもらう。それ付きの。いや、まだ来る。切り札ってのは最後に切らないとな。逃れられんよ。見た。聞こえた、強い声か。君は。いや、ガンダム違いか。シンギュラリティ1、ユニコーンガンダム。声が聞こえた。トランザム。この世にあってはならないものだと。その時が来た。ヤマショイ、あなたに力が必要になる。リトハイ、この白いモビルアーマーに行くのに。
両方。白いのはセカンドミオジオング、ヘビパーツで奏でた同系機だよ。そうか、このサイコマシンがお前もだろうか。ようやくサイコ振り抜き、しかも新型のガンダム、それに解体されたはずのシンギュラリティ1、戦果としては申し分ない。君は危険だ。マジか。その首不死鳥の代わりにもらい受ける。違う、ジンクジオンだな。サイド共栄圏だ。モダン軍団に全てを犠牲にしてきた。腰をも動かしたサイコフレームよ、この俺を吸い尽くして。一人の人間が全ての意志の代弁者にはなれない。器にでもならない限り。そうか、だからリタは心の光が、リタの声はお前にも。この光、人の意志が力に。あの声がした場所、遠いな。それでもいつかは。ユム姉さん、サイコフレームだ。この黄昏のアクシズで人の心の光を見せてくれたのね、リタ・ベルナルさん。今、ミッションデータを確認したんだけど、データは全て正常。自動修復モード作動中、問題なし、初期化もされない。ニュータイプたちの戦いの歴史を一気に見せてもらったって感じだったわね。戦士ではヨナ少尉、そして今回ミッションでは現れなかったフェネクスはどうなるの？この世界にあってはならないもの、いわば得意点を消すためにセカンドネオジオングと戦うことになるんだよ。命が始めたことは命にしか終わらせられない。そうだったわね。ヨナ少尉の話だとリタさんはもう。彼女には分かっていたんだよ、その戦いのために自分がユニコーンガンダム3号機が必要になることをね。分かっていたっていつから？まさかコロニーが落ちたその時から。そして鳥に生まれ変わって彼と再び出会うために。フェネクス、不死鳥の名を持つガンダム。